こんにちは、監督の加藤夏実です。私たちは日本に住んでいる学生で、初めてこのマイロードリーフに参加しました。撮影にはこのロードのマイクを使いました。私たちの作品は日本の有名なモチーフでもある忍者がもし高校生だったらという題材で、夜の学校をさまざまな怪奇に立ち向かいながらさまようというストーリーをトレーラー風にして作りました。編集を担当しました稲葉慎太郎です。中学生の頃から動画編集をやってて、いろんな動画を作っては友達に見せていたのですが、トレーラーの制作は初めてですごく楽しかったです。編集は Adobe CC 内のソフトウェアを使用しました。せっかく学校で撮るならと、施設や教室を活用できないか、いろいろ工夫を重ねました。もし面白いと思っていただけたら幸いです。どう？じゃあなぜこの役をやろうと思ったんですか？ちょっとごめんなさい、もう一回お願いします。どうぞ。はい、じゃあインタビューを始めます。お願いします。この役をやろうと思ったんですか？まあ、この学校にこの役を演じられるのは僕しかいないからですかね。やったことって何ですかね？まあ、忍者の忍という漢字には忍びという意味があって、まあ、その忍びという意味にちなんで、まあ、静かに動くということを気をつけました。まあ、今回の作品も含めて、まあ、自分は小さい頃から空手をやっていて、まあ、日本独自の文化をもっと世界に広めたいと思っているので、次は侍をテーマとした作品を撮りたいと思います。では最後に何か他に言い残すこととか。リンリン。